練習するアイスダンスの高橋大輔村本な村本な高橋大輔組は結成3期目で初の日本一へ、最高のクリスマスイブにしたい。フィギュアスケートの全日本選手権は22日から4日間、世界選手権、来年3月、埼玉市、代表選考会を兼ねて大阪、総和薬品なくタブドームで行われる。 21日は公式練習と開会式が行われた。アイスダンスの村本かな、高橋大輔組、神大系 FSC は真っ黒の衣装で調整。打点をテーマにしたリズムダンス、RD のアップテンポな音楽に乗ってキレキレの演技を披露した。RD は22日、フリーは24日。4連覇中の夫婦ペア。 小松原組、倉敷 FSC が壁として立ちはだかる中、結成3期目で初の日本一を狙う高橋は、最高のクリスマスイブにしたい、と笑った。フィギュアスケートの全日本選手権は22日、大阪、東和薬品なくタブドームで開幕する。21日は公式練習が行われ、アイスダンスの村本かな、高橋大輔組、三大系 FSC は、 リズムダンスの曲かけで、ステップやスケーティングを中心に確認を行った。カップル結成後、三度目となる全日本。過去に大会は、あまり納得いく演技ができていない。今年は、自分たちのできることに集中して、楽しむだけ、と村本。一方、高橋は、今できることに100%集中したい、とし、 フリーダンスが行われる24日は優勝を目指す。最高のクリスマスイブにしたい、と悲願の初制覇を狙う。11月に出場した GP シリーズ NHK 背後は主にフリーダンスの練習に時間を割いてきた。村本はここに来るまですごいいい練習ができたので楽しみ。 今日の氷の感触もとても良かったので、落ち着いて自分たちの演技に集中できていると自信を示し、高橋もいい練習もできて、すごく本番までは楽しみ、と胸を高鳴らせた。